はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。珍しいですね、水曜日の夜ライブ。はい、皆さんこんにちは、ちょっとごめんなさい、お願いいたします。ちょっと今音声チェックをさせていただきます。はい、コメント、森さん今日は金曜日かと思っちゃいました。ですね、ソードアートオンラインフェイタルバレット PS4 始めます。動画撮影とかやってると撮影編集アップで追いつかないんですね。なのでちょっと動画撮ったやつあと3回分あるんですけど、追い越しちゃう感じでライブが、やりたいと思います。とりあえず今起こってるイベントを解消してしまってやろうかと思ったんですけど、金曜日のライブなんである程度まあみんなでできるクエストを多くしようかなということで、イベントをとりあえず進めないことには僕動画やっちゃってるんでね、で撮影編集ってやってるとすごい時間かかっちゃうんですよ、やっぱり。でシューティング酔いも相まってちょっと進まなかったので、ちょっとなるべく進めようかなといった感じでしょうかね。はい、ごめんなさいね、ちょっと音声が自分で聞き取れてないんだよね。で早速ですが、なので今ちょっと発言したのですが、動画は今第20回まで出してるんですかね。で21、22、23とまだ編集終えてません。なので今回のライブ24なんですが、ライブの方は先出しにしちゃう感じになりますので、後日後から動画の方は付け足しますので、その辺はご理解ご了承お願いいたします。コメント、森さん今日はストーリー進行ですね。そうですね、なんかほら見てね、見てください、緑色のなんかねイベントが持ち上がっちゃってるでしょ。だからバトルというよりはこういう会話イベントまずそそくさと終わらせてという感じでしたね。はい、森さん、そういえば自分が詰まっていたのはダウンロードコンテンツの方でした僕はね、モンハンもね、まあいっか、センターストリート行こうか。ちょっとボスはね、あれから前回のライブから2体ほど討伐したところだったんですけど、2体じゃあね、みんなでできるボスも増えないですからね。なのでちょっと金曜日どうなるかことやらって感じなんですけど、このペースでいろんな方が立ってますね。向こう側に見えるの多分エギルさんでしょうね。エギルさんと、で向こう側に立ってんのはレインさんでしょうね。で向こう側に立ってんのはアスナさんかな。で向こう側に立ってんのはもはや見えないこの位置もはや見えない。エギルさんどうした？よ、どうだ、調子はどうだみたいな。調子はどうだ。おう、いらっしゃい。官邸かい？いやいや、官邸に来たんじゃなくて、お前らがここに立ってるからだよ。エギル、おう、いらっしゃい、官邸かい？いや、おキリト君。よう、元気そうじゃねえか。おう、クライン、久しぶり。元気そうじゃねえか。これはいいタイミングなのかな。嫌な予感がする。さあな。いやな、俺たちはエギルが見せたいものがあるっていうから来たんだけどよ。ちょっとごめんなさいね、音声の方今チェックさせてもらいました。キャラクターの声ちゃんと聞こえてますかね。若干ボイスをちっちゃくしちゃったんで、もしかしたら聞こえづらいかもしれない。クライン、さあな、嫌な、俺たちはエギルが見せたいものがあるって言うから来たんだけどよ。何しろエギルだもんな。悪い話じゃないんだろうけど、財布に厳しいことも多いからな。うん。おいおい、ご挨拶だな。俺は顧客に損をさせるような不義理はしないぞ。なるべくはってことだろ。悲しいことだが、商売に絶対はねえからな。はい、コメント、森さん、キャラクターの声も聞こえてますよ。あ、ありがとうございます。助かります。まあ、ちょうどいい。3人ともこっちに来てくれ。お得意さんに耳寄り情報をプレゼントだ。さーて、お立ち会い。
こちらに取り出しましたるは新商品、その名もチャンピオン。怪しい名前。防具としての性能もさることながら、この洗練された外見はどうだ。美しいスパイクとショルダーアーマー、縦髪も凛々しいホーンドヘルム、レアリティも高ランク。こいつを装備すれば一躍時の人は間違いなしってもんよ。ああ。おう。どうだ。欲しくなっただろう。あ？お？微妙だな二人。ここで売ってやってもいいんだが、何しろレアものだから相場ってやつが当てにならねえ。データ面から一応の値付けはできるが、どうせなら付加価値ってやつをつけたいな。うん、まあ使い心地とかのレビューがあるといいんじゃないか。うん、そうだな。ああ、あとはあれだ、似合うやつに着こなしてもらうってのだな。やっぱよ、かっこよく装備されてるものは欲しくなるじゃねえか。ほう、なるほど、悪くない、採用だ。ちょうど今4着あるしな、みんなでこいつを装備して狩りに行こう。え、俺も行くの？お前らみたいな有名人が来ていれば評判も上がるってもんだ。もちろん手間賃は出す。どうだ、頼めるか。いやこれ選択肢絶対はいじゃん2つとも。選択肢1、はい。選択肢2、正直ちょっと興味ある。どっちもどっちじゃねえかよ。バトル、はい。これも乗りかかった船か。レベリングにもなるしな。3人とも助かるぜ。行き先は荒野エリアで決まりだな。ちょっと待って、これから行くの？ちょっと待って。何これ。これは何？エギルのやつ、すごい気迫だな。斧を振り回してるのと勘違いしてるんじゃねえだろうな。銃だぜ、銃。さあさあ、もっと張り切っていこうぜ。せっかく来たからには、たっぷり宣伝しないとな。ああ、そうだな。てえ！キリトよ、お前は一応剣だから様になってるよな。この格好でちまちま照準器を覗く俺の悲しみがわかるか。ああ、わかったわかった。コメント森さん、拒否権はない。わかった。この今絵を見てわかりました。これ世紀末の感じの装備してるんですね、皆さんね。気づかなかった。これ手前のがエギルさんで、トゲトゲの肩パッドみたいなのしてて、変なドラクエに出てくる鎧の騎士みたいなヘルメットかぶって、でキリト君も革ジャンみたいな世紀末っぽいやつ着て、でクレインさんも、まあ、トゲトゲの やつ着て、それが装備ってことですね。クライン、お前ももっと声出せ。わったよ。おらトゲトゲ、クライン様のお通りだぜ。せいへっへっ、レアドロップでも落としやがれ。選択肢手や。手や。選択肢2、いやはじゃあ手やにしよう。なんだって、聞こえないぞ。うわー、あー、体育会系来た。そう、君も頼む。またもう一回、じゃあ いやはにしよう。いやにしよう。よし、いいぞ、行くぜ、エネミーども。なあエギル、結局あのアーマーどうなったんだ？うん、どうやらマニアの目に留まったらしくてな、結構な値がついているぞ。あ、売れるんだ。ちゃんと儲けたんだな、さすがじゃねえか。コメント、ノー
テスさんのテスさんかな、もしかしたら初見こんばんは、こんばんはです。もしかしたら、もしかしたらよろしくお願いします。いたします。これもお前たちのおかげだ。感謝してる。ありがとうな。ああ、俺たちが役に立ったのならよかったよ。おうよ、こういうのはお互い様だからな。はい、コメント、読みはノーツでお願いします。あ、ごめんなさい、ノーツさんですね。了解しました。はい、よろしくお願いします。そうだな、何かあったら今度は俺を頼ってくれ。とは言っても口約束で礼を済ますってわけにもいかんよな。ん、なんだ、分け前でもくれるのか。マジで、俺欲しいレアアイテムあるんだよ。まあ直接クレジットってわけじゃねえが、例のチャンピオンな。いらないかな。お前たちなら特別に仕入れ値で売ってやるぜ。しかも売るの。いや、俺たちじゃ販路がないから売るのは難しいぞ。切ればいいじゃないか。なんだと。あれ着て街に出れば注目の的だからな。いや、俺はいいよ、今の服に愛着あるし。そうか、ならクラインはどうだ。いや、俺もちょっと、コメント、ノーツさん、あんなのエギル以外に似合うキャラいない。確かに、俺も今想像してみたんですけど、大体女子が多いじゃないですか。誰だろうと思ったけど、そうですね、いないっすね。ユイちゃんとかどうかな。あれ着てれば新しい出会いがあるかもしれないぞ。なんか言い方がホモっぽいんだよな。いや、しかしお前も欲しくなったら言ってくれよ。注文はいつでも受け付けるからな。もっとも先に在庫がはけちまうかもしれんがな。うわ、いやらしい手口。あのアマゾンとかにもあるよね、あと1点限りとか。いつまでたっても1点限りなんだよね。1年たっても1点限りなんだ。コメント、ノーツさん、バザルトジョーとかはならワンチャン。確かにね、バザルトジョーちょっと仲間に入れちゃダメだよ。あれダメだよ。あいつはあのファミリーに入れちゃあかんやつ。じゃあイベント潰してこう。多分次レインさんだと思うんだよな、あそこにいるの。なんかコントローラーおかしいぞ、接触。押す。どうしたの？ん？あ、レインさん、こんにちは。私に何か用だった？あれ？これ、あれは終わったよね。ああいうシーン、うわ、ライブでやるの？これ。これ、あれ？だってレインさん終わったよね？この、あの、おねんね、シーン。デートがしたい。あ、ライブでやるのは、まあ、いっか。レイン、デートは私と本当にいいの？レイン、私と一緒にいて楽しい？コメント、ノーツさん、そういうイベントは3種類ありますよ。いや、ライブでね、ちょっとライブで。ちょっと軽くね、のんびり軽くやろうかと思ったんで、添い寝イベントいきなり来ると思わなかった。一緒にいて楽しい選択肢、一番もちろんすごく楽しいで、楽しいよ、最後そこそこ楽しいよ。そこそこはねえな。あのレインさん声可愛いからね、もちろんすごく楽しい。嬉しいな。はい、レイン、そんなこと言われたの初めてかも。すっごく嬉しいよ。ありがとう。レインさんって、ソビエト系でしたっけ？なんか、ダスビダーニアとか言ってましたよね。数時間後。あ、やばいやつですよ。これ数時間後。ここから皆さん、あの、ね。あの、未成年の方はここから、あの、あの、今晩もお邪魔しちゃっていいかな。ね、ありがとう。え？今日も子守歌が聞きたいって？だからそんなに嬉しそうにしてたんだね。
そっか、結構恥ずかしかったんだけど。上手だったし、綺麗な歌声だった。そう言ってくれてるのはもちろん嬉しいかな。ねえ、あの歌、多分あの時初めて聞いたんじゃない？でしょ？実はあれ、ロシアの子守歌なんだ。昔ちょっと住んでたことがあってね。え？歌詞の意味を知りたい？それはやめた方が。え？知らないわけじゃないよ。ちゃんと知ってるって。でもこれってちょっと怖い歌詞なんだよ。教えちゃうとむしろ眠れなくなるかも。海外の子守歌って意外に怖い歌詞の歌が多いみたいだね。はしゃいでる子供たちを怖がらせて寝かせるためにそういう歌詞になったって話もあるけど。さあさあ、だから早く寝ようよ。じゃないと怖い思いしちゃうかもよ。嘘嘘。えへへ。はい、せっかくのレインさんのパートだったのでね、僕の声は今ミュートで消してました。はい、レイン、すごく楽しかったな。ねえ、また一緒にゴロゴロしようよ。ね、いいよね。こういうのが、こういう方が横にいたらいいよね。コメント、森さん、最近コントローラー絞りました。最近は、落ち着いてて。いや、でもその絞ったコントローラーなんです。確かに今モンハンでイライラしてモンスターにやられて絞ってバキバキって言ったコントローラーを今いじってるので、確かにそれはそうですね、そのコントローラーですね。はい、ノッツさん、今更だけどキャラエピ消化ですか？あ、そうっすね、とりあえずそんな感じになってます。なんかバトル行ってて、まあ普段動画投稿やってるんですが、今回のそのライブはちょっとバトルから帰ってきた後のライブなので、とりあえず起き上がってるイベントを全部消化してからっていうライブですね。はい、また金曜日に同じくフレンドさんとライブやるので、そのちょっとね関係もありまして、ちょっと整理していこうかなと思った感じです。はい、ヒロさんこんばんは。一瞬金曜日かと思いました。森さんと一緒に。森さん、これは幸せタイムです。デニーさん可愛いですよね。で、次はアスナさんとキリト君とユイちゃんかな。どうした、このこれビューモードないんだっけ。ビューモードないのか、カメラモードね。このユイちゃんとアスナさんの距離感はまあまあいいとして、アスナさんとキリト君の距離感が、これがちょっと気になる感じですね。若干なんかあったのかもしれないですね、この二人ね。じゃあ誰を話しかければいい。アスナさんでいいかな。こんにちは。今日は一人？はい。実は私もなの。そうだ、ちょっと聞いてくれる？ちょっと待って。ユイさんとキリト君を今 ないものにしましたよね、アスナさんね。やっぱちょっと喧嘩中なのかな。都市廃墟エリアあるでしょ。そこにある廃ビルの一つが都市地下ダンジョンにつながっていてね。最近行ったばっかりのとこですね、これ。周りにモビルスーツみたいなやつが飛んでて、レベルが高くて迂闊に入るとやられちゃいそうになりますね。あそこ本当に危ないですね。内部にある隠し部屋に過去の兵器研究の資料が残されているらしいの。ほう、それってアファシスのやつ。どんな研究だったかまでは情報がないんだけど、うまくいけばすごい武器が手に入りそうじゃない。ほう、それでね、よかったら一緒に行ってもらえないかしら。いやいやいや、ちょっと待ってちょっと待って、あそこやばいんだって。この間死にそうになったし、動画で。今日はバトルやらなくていいライブなんですけど、僕の中では。あー、選択肢見て、これ選択肢見て、面白そうだねっていうのと喜んで、
ごめん今ちょっとみたいなのないんですよね。はい、喜んで。ありがとう。一人だと何かあった時に危ないからちょっと困ってたの。いや今キリト君トラニーにおったやんか。キリト君とユイちゃんおった、ユイちゃんは戦えないか、キリト君おったやんって。できればみんなには内緒にしておきたかったしね。いや今ユイちゃんとキリト君トラニーおるやんだ、できればって。大した理由じゃないのだけれど、私のこだわりみたいなものかな。あなたが来てくれてよかったわ。今日は頼りにしてるからね。あった、ここがダンジョンの入り口だと思う。早くない？あ、もう入り口？行きましょう。気をつけて。でもちょっとドキドキするね。見て、この辺りに何かありそうじゃない？ちょっと待って、ちょっと待って、あのそういうこと？行かなくていいわけ？これは大丈夫なの？全部物語で進んじゃう感じ？やっぱりこのオブジェクト宝箱みたいな扱いになってる。中に何かありそうよ。やった、開いたわ。中にあるのは日誌かしら。武田院博士の偉大なる記録か。クエストアイテムみたいね。ちょっと読んでみましょうよ。ん？武田院博士の偉大なる記録。ふむふむ、やっぱりここは兵器の研究所だったのね。主にバレット弾丸を作っていたみたい。うん、もう当分ふむふむって久しぶりに聞いたわ。なかなか聞かないよね、ふむふむっていうセリフね。最近強力な特殊弾も随分製造していたらしいわ。これは期待が持てるわね。アファシスの装置じゃないですね。ごめんなさい、コメント、森さん、これは幸せタイムです。うん。で、報酬は？あ、森さん、そういうダメですよ。横島な報酬を期待してたら、ノーツさん、もし詰まってるならレベリングとか手伝いますよ。あ、僕ね、いろんなゲームがっつりやっちゃってるんでね、なかなか難しいんですよね。もうほんといろんなゲームたらい回ししてるんでね、これだけやってるんだったらね、まだあれなんですけどね、なかなか難しいとこですよね。それにしても博士はちょっと変わった人だったみたいね。この研究によりいずれは世界をこの手に、だって。さて、弾丸の保管場所はこの特殊実験室っていうところね。よし、頑張ってクエストを進めましょう。はい、コメント、ミラパンさん、こんばんちゃ。こんばんはです。今日も暑かったですね。この走行扉を開けられればクエストクリアだと思うんだけどな。鍵穴はないし、破壊もできそうにないし、もしかしたら近くに何かギミックがあるのかも。ちょっと調べてみましょうか。何かあった？うん、コメント、ミラパンさん、暑くて汗だくでした。あの、僕はですね、今年の夏、なんかファンがついた作業着を支給されまして、背中にファンがついてるんです。今度実写の方で紹介しますね、あの実写チャンネルの方でね。一応開けてないんで、あの服に扇風機がくっついたやつですよ。初めて見て、すげえこれと思いながらね。ちょっと面白そうだから実写の方で今度、しかも一着あれですよ、1万7000するんすよ。ありえなくないっすか、この不景気の不景気で昇給も2000円しかしなかったのに、服に1万7000円一着ですよ。しかも洗濯したら次の日何着ればいいんだよって話になります。ミラパンさん、レビュー待ってますわら。ね、それ制御用の端末みたいね。やった、起動したわ。当たりみたい。これで走行扉を開けられそう。あれ、待って、ロックがかかってる。いくつか質問に答えないといけないようね。質問？E イコール MC 事情の C は拘束。アメリカの16代大統領はリンカーン。なんだそれ、事情って初めてじゃない、久しぶりに聞いた。16代大統領リンカーン。ああ、そういうの俺ダメだから、そういうのダメだからね。ねえ、ゲーム用語で
ゲーム用語、ゾディアックモード、違う。ZOC って何？ RPG とかなら知ってるぜ。ゾ、ゼ、ZOC、ズ、ザ、ザ、ザ、ズ、ズゴックみたいなやつ。わかんねえ。全然わかんねえ。C、センター、セキュリティ、なんだろう、わかんねえ。わかりません。はい。コメント、ヒロさん、それは見たいです。すごいでしょ？お家で充電するんですよ。わかんない、ZOC。知らねえ。ゾーンオブコントロール？コントロールか。あとは、マグネシウム、冥王星、それから、博士のやりたいこと？博士って、武田院博士のことかしら？武田院って言ってるけど、多分これ名前武田さんなんでしょうね。ええ、選択肢来た。博士って武田院博士のことかしら。え、何？選択肢、さっきの日誌に手がかりがあったね。と、世界を手に入れようとしてたんじゃなかったっけ？どっちもどっちの選択肢がこのゲーム多いんで、どっち取っても多分 OK だと思いますね。さっきの日誌に手がかりがあったねって、ちょっと知った風な口聞いてマウント取ってみようか。そうね。きっとそうよ。よし、クリア！オープン！ありがとう！ずいぶん助けられたわね。ああ、そういえば、ソードアートオンラインアリシゼーションの次見てないな。さあ、入ってみましょうか。完結なんだよね、多分ね、次ね。なんとかワールドだっけ？わあ、弾丸がこんなにたくさん。私たちの銃に合うのもあるわね。やった！これでキリト君のこともっと助けてあげられるかな。いやー、熱いねこの二人は本当に。選択肢、キリトだけ？とアスナはいらないの？あー、キリトだけっていうのちょっと俺の分はねえのみたいな方で、なんか言い方で嫌だから、アスナはいらないのにしとこっか。もっと機能的な話というか、実はね、私の銃とキリト君の銃って使う弾丸が一緒なんだ。だから私がいっぱい弾を持っていれば、キリト君が弾切れになってもそのまま融通できるわけ。それで誰かが助かるってこともあるだろうしね。もちろん私自身が強くなることも大切なんだけれど、もっと上を目指さなきゃね。うん。あ、コメント、ミラパンさん、アニメは延期しちゃいましたね。あ、そっか、このご時世でってことですね。そういえばプライムビデオの方にもちょっと延期延期って書いてあるのをいくつか見かけて、でも結構面白いアニメが多かったんで、いろいろ僕はね、最近彼方のアストラだっけっていうアニメを見て、水瀬いのりさんがやってるんですけど、主人公面白かったなあれ。選択肢、もう十分に強いと思うけど、と、強くてももっと強くなりたいもの。まあ、それそっちにしよっか。強くてももっと強くなりたいもの。それはまあね、そうすればもっとキリト君やみんなの役に立てるんだし。さっきツイートした通りあれです。PS4 プラスの方だけかな。コールオブデューティーワールドウォー2が今100円で、ただクレジットカード使うので100円では買えるんですけど、まあ要するに Z 指定だから子供は買えないようにってことなんでしょうね。で、先ほど森さんの話だと、一応 COP できる的な話だったんじゃなかったかな、さっきの森さんの話だと。なので、まあ100円なんで買っといた方がいいと思います。はい、PS プラスの方の項目から選べば、ストアとか、セールとかじゃないですよ。PS プラスの項目から、入ると、ワールドウォー2、100円っていう風になってますんで、これかなりお買い得だと思うので、僕はもう、ポチりました。100円なんでね。